はい、どうぞ。背番号1番荒井総一郎、ポジションゴレイロ、1試合でも多く出れるように頑張ります。総一郎よ、頑張りましょう。はい、顔の大きさナンバーワン、背番号ナンバーツーの関本くんです。自己紹介からお願いします。いや、お前今全部言ったやん。どうぞ。全部言っちゃった。背番号2番、ポジションはゴレイロ、関本まさるです。カビカビやん。試合でもし出ることがあれば、しっかり、ゴールを守って、勝利に貢献したいと思います。よろしくお願いします。あー、イケメンですね。さようなら。営業妨害だ、やめろ。イケメンじゃない。ネバ村で教員をしている北さんです。よろしくお願いします。4番北原健二です。ポジションはピボです。チームで一番走ります。チームで一番イケメンの勝さんです。どうぞ。背番号5番勝田優斗です。ポジションはフィクソです。36歳、頑張ります。一番偉そうな若手シバッチに一言いただきたいと思います。背番号7番フィクソの柴田明人です。今週末の試合は、体張ってワクワクドキドキさせる試合をしたいと思います。頑張ります。はい、ボアルース花の88円組どうぞ。背番号8番ごめん、顔ずれてた。行こう。いいよ、この前行こう、顔全然入ってなかった、これ。その前行こう、大丈夫、はい、背番号8番、ポジションは塚原健人です。応援に来てくれた人がまたこれから何回も試合を見てくれるような試合をしたいと思います。よろしくお願いします。いや、真面目か。イエーイ。いいの？はい、それでいいの？ OK。 いいの？そっか。ボアルース長野の元エース健太さんです。どうぞ。ボアルース長野背番号10番竹内健太です。ボアルースの大黒柱ボアルースのムードメーカーボアルースの銀エース、それが背番号10竹内です。皆さん、ホワイトリングに僕のプレーを見に来てください。僕のプレーで感動してください。待ってます。はい、ちょっと待ってください。それでは一言どうぞ。背番号11番小田拓磨です。ポジションはアラです。それでは一発芸東西南北。先日23歳を迎えた原科文樹選手に一言いただきたいと思います。どうぞ。はい、先日23歳を迎えましたボアルース長野14番の原科文樹です。ポジションはピボです。ついに、7月8日土曜日に、自分たちが目指してきた F チャレンジリーグが開幕します。たくさんの方に足を運んでいただいて、自分たち最高のプレーするんでぜひ見に来てください。ホワイトリンクで僕と握手。ボアルース長野の一番の有名人野田さん、どうぞ。あ、そういう感じ。背番号20番、フィクサーやってます野沢健一です。よろしくお願いします。フットサル見に来てください。それからサッカースクールサル、初回無料体験いややってますので、こちらまで宣伝してる。明日から君もフットボーラーOK。ボアルースのおじいちゃん40代の星しばじい、どうぞ。背番号21番柴田敦之です。ポジションはゴールキーパーです。今週末のチャレンジリーグ全員で全力チャレンジ。いやー、イケメンだな。おじいちゃん頑張って。23番キャプテン原山秀之です。ポジションはアナトミクソです。それだけ？え？あと、それいいの？よし、一言。あ、一言だ。F チャレンジではチームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。他にはないです。ぜひ見に来てください。北信越リーグただいま得点王の
有田、あ、間違えた、有江哲平選手に一言いただきます。どうぞ。はい、背番号27番の有江哲平です。今のところ6得点で得点王になっているので、シーズン通して得点王になれるように頑張ります。以上です。はい、背番号3、はい、早い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 、はい、いいよいいよ。はい、どうぞ。背番号32番高野光栄です。ポジションは原です。好きな女性のタイプは長崎ひろみです。頑張ります。